印馬沼。印馬沼は、千葉県北西部、印西市、桜市、成田市、印馬郡栄町、八千代市にまたがる根川水系の故障。故障水質保全特別措置法指定故障。根川下流右岸、下宇佐大地の中央に位置する。もともとは、W 字型のより大きい沼であったが、戦後の干拓によって二つの細い水路でつながった、北部調節地。 北インバ沼マと西部調節地、西インバ沼マに水域が分かれ、面積は半分以下に減少している。しかし、それでも故障としては千葉県内最大の面積を誇っている。ちなみに北インバ沼、マ、西インバ沼マの両者は、インバ都市水路、または中央排水路を介してつながっている。沼の南側沿岸には、京成本線が走り、東京のベッドタウンである。 桜市街地も近い。東側には成田ニュータウンがあり、北西には千葉ニュータウンがある。また、成田スカイアクセス及び北千葉道路が北インバ沼を横断する。東京都心から30の50キロメートル都市都圏に位置するため、流域人口は多く72.7万人に達する。これは、琵琶湖、霞ヶ浦に次いで日本で3番目に多い。 流域面積は4 8 7 1 8トル。通常、インバ沼の水は、北インバ沼から長戸川を下って利根川へ合流する。しかし、インバ沼自身の増水、内水や利根川洪水、外水での逆流入が起こると、それまでの流出方向とは変わり、西インバ沼からインバ放水路、進化は、花見川を伝って、東京湾へと排水される。 すべて、利根川水系に属する。1960年代以降、流域人口の増加に伴いインバ沼の水質指標は悪化し、水質汚染は手賀沼に次ぐ全国有数のレベルになった。近年は手賀沼の方が水質指標は若干良好である。1980年代までのインバ沼は北部よりも西部の方が水質が悪く、 西部では1984年、昭和59年に COD 年平均が過去最悪を記録を記録するが、下水道整備などの対策の結果1990年、平成2年頃には8ラム、l ほどまで改善する。一方、北部の水質汚染は緩やかに進み、1990年、平成2年頃には西部と同じレベルに達する。その後は、西部、 北部ともに再び水質が悪化し、1994年、平成6年には北部で COD 年平均の過去最悪体を記録してしまう。現在では多少は改善しているものの、環境省の定める環境基準、インバヌマの場合 3mgL には遠く及ばない。依然として COD 年平均は 10mgL 前後、2011年、平成23年、 2012年、平成24年は1 1ラム、l で全国トップである。2011年3月の福島第一原子力発電所の事故によって放出された放射性物質が流入し、千葉県のモニタリングによって提出において最大2260ベクレル、キログラムの汚染が観察されている。放射線そのものは水で遮蔽されるため、人の日常生活には 支障がない。インバ沼は、周囲の農業用水、京用工業地域への工業用水、千葉市、奈良市の市、船橋市の飲料用水として供給されているほか、内水面漁業も行われ、鯉やフなどが漁獲されている2002年、平成14年の漁獲量は577トン。付近一帯は、県立自然公園、インバ手賀自然公園に指定されており、 サイクリングロードや遊歩道が整備されている。また、西インバヌマにあたる桜市、ふるさと広場には湖畔に、オランダ風の風があるほか、周辺はシーズンになると、チューリップやコスモスなどの花畑としても整備されている。その他、湖畔ではハスやアサザなどの水生植物を見ることも、できる。年、昭和年より、西インバヌマ湖畔では、 例年8月に千葉県内でも有数の花火大会、桜国際インバヌマ花火大会が催され30万人を超す観客を集めてきたが2005年平成17年からは桜市の財政難や来場者のモラル低下によるトラブルの増加によって中止されていた。しかし市民からの花火大会再開の要望も多く2007年に桜市民花火大会として再開した。 また、2006年、平成18年からは、北インバ沼、成田市川でも、成田花火大会員、インバ沼が開催されている。インバ沼は、およそ2万年前、海面が著しく低下していた際に形成された、下宇佐大地の新植国が起源で、縄文改新時には、地盤沈口により溺れ谷となり、カトリ海、コキヌ湾と呼ばれた海の一部であった。奈良時代頃には、 カトリ海の解体とともに、絹川から洪水によって運搬された土砂が沼へ向かって流れ込むなどして、三角州の形成が認められる。次第に出口がせき止められ、沼が形成された。江戸時代に入って、江戸の町を利根川の氾濫による水害から守るため、行われた利根川当選事業によって利根川の下流となり、周辺の村々は水害により大きな被害を受けるようになった。 このため沼の水を、現在の東京湾へ流すという掘割工事と、合わせて、当時人口が激増していた、江戸の町の食料事情もあって、観宅事業、神殿開発が行われた。教法9年、1724年、平戸村、現在の八千吉平戸の染谷や玄門が着手したが、失敗。次に、天明年間、1781年から1789年、 老中、田沼沖継ぐの時に計画され、皇帝の3分の2まで進捗したが、天明6年、1786年7月の大洪水と田沼の失脚により中断された。江戸後期には、老中、水野忠国による天保の改革の一環として、改作事業が起とされ、幕府財政基盤の再建を目標とした、改革後半の天保14年、1843年、 には環状奉行の鳥居養造を責任者として、沼津藩、庄内藩、鳥取藩、秋月藩、上坂井淵藩のご藩にお手伝い武神が命じられ、陰馬沼から江戸湾に水路を改作する陰馬沼掘り割り工事が行われた。この工事の背景には、水害対策や、神殿開発や水運航路の開発など、経済的な事情のほか、外国の軍船に、 江戸湾港を封鎖された場合に、江戸へどのように物資を供給するかという、対外危機への意識の高まりもあった。つまり、中港・利根川・印馬沼・ケミ川江戸という、新しい水路の建設である。印馬沼の開発は、各藩の多大な財政負担により進捗せず、天保の改革も常事例の頓んざによる水野の悲鳴により中止され、印馬沼開発も効果元年。 1844年6月に中止となり、江戸期における工事はいずれも成功しなかった。明治以降も、小田監市による、インバ沼干拓計画や、昭和放水路計画など、インバ沼の開発計画は次々と立てられたが、当初の治水、干拓を目的とした開発は、京葉工業地帯の増生と人口の増加に、伴って、利水を目的としたものへと変貌していく。 インバ放水路、進化は、花見川が完成するのは1960年代末で、ある。1969年、昭和44年、水資源工団の開発により、沼中央部に面積 13.9km の中央干拓地が造成され、約 26km あった沼の面積は2分の1以下に縮小している。年、 平成6年11月25日、公益財団法人インバヌマ環境基金は、設立10周年記念式典で、インバヌマ検証を制定した。ペットとして、日本に持ち込まれたカミツキガメが逃げ出して野生化した。結果、2017年現在のインバヌマでは1万6千匹が生息していると推定されている。また、アメリカナマズやブルーギルといった、 外来魚も確認されている。桜市出身のロックバンド、バンプ・オブ・チキンの楽曲、続、くだらない歌、ザ・リビング・デッド収録は、インバルマをモチーフにして作られたと言われている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。